みなさん、こんにちは。小学校4年生の新しい筆箱交換を取りたいと思います。イエーイ。ではせっちゃんどうぞ。せっちゃんが紹介してる間にママはせっちゃんのハサミとかにお名前シールを貼っていきたいと思います。どうぞ。ができる。そうそう、しょっちゃんも持ってたやつだね。と、うん、あと定規と、あ、うん、シール貼って名前書いてない。 OK。 あと鉛筆削りと、うん、鉛筆削りは名前貼ってあった。うん、はい、ある、ね、うん、あ、 OK。 あと消しゴム。これ入ってあったんだけど、紹介した方がいい？うん、それは、ああ、いいよいいよ。それは新しく入れるやつね。うん、OK。 あと、鉛筆、虹色鉛筆。色鉛筆の黄色なんで入ってるの？学校で、うん、あの色を塗るとき使ったから。うん、そのまま入ってるの。うん、そっかそっか。あと色鉛筆の青。あ、それはあれか、丸つけとかに使うやつ。うん、あと短い鉛筆。うん、短い鉛筆はもう出して長い鉛筆に交換してください。はい、消しゴムは名前書いてある？書いてない、うん、小学校は名前を書いてくださいってやるから名前書かないと。はい、あと、うん、赤鉛筆で終わり。 あと付箋。付箋も必要なんだ、小学生。うん、はい、消しゴムの名前貼りました。ありがとう。消しゴムと鉛筆は、授業かける1、うん、2-3、赤鉛筆とか青鉛筆とか。赤と青を抜いて3で、あ、違う、5時間目まであるから。6、これとこれも6。2個入ってる。青が2個。ああ、そういう意味ね。オッケーオッケー。ペンが2個入ってるから、うん、抜いて。抜いて、うん、これと、うん、この鉛筆、うん、と、うん、で、鉛筆は何本あった？3本。3本じゃダメだよね。うん、あと何本？あと3本。え、授業何時間目まである？6ってことは、はい、ハサミも一応そこで出て、学校行ってね。あと、何本？あと7分7? 違う、あと7分じゃない、ちょっと待ってよ。3分か4分だね。よいしょ、ちょっと待ってね、全部渡すね、そっちに。あとは何入ってる？はい、ここの大量の中から好きなの4本選んでください。うーん、で、お名前貼って、うん、ママがあれするね、名前を貼ってる。そうそう、名前貼って。じゃあ、1個目これ見てる？虹色。1本目、せーちゃんこれ。2本目、ちょっと待って、2本目、色が綺麗。うん、りっちゃんも選んどかないとなくなっちゃうよ。うん、やめる？うん、いいよ。りっちゃんにも見せてあげて。ここが
りっちゃんも授業かける1本だから7本は入っておかないといけない。今何本取る？りっちゃんはあと2本。うーん、私これ使ったことないんだよ。そうなの、うん、いいよ作って。どうした、りっちゃん何探してるの？とりちゃん触ってほしくて顔出してじゃああとは、うん、このうさぎとくまの、うん、ちょっと待ってよ、うん、ととあと1本はい、これはい、1本とまた？あと1本、うん、はこのユニコーン、ユニコーンのやつにする？うん、ドーナツが可愛い。はい、はい、これも1本。あとであれでしたね、なんだっけ、あとで削ってね。この1本、これちょうだい、透明の。あ、キャップちょっと待ってね、お名前シール貼ってからね。じゃないと先生にお名前書いてくださいって言われるからね。あとで鉛筆とかってからここを置いておこうかな。じゃあお待ちください。よいしょ、入れられた？うん、これとかあとで削るから、うん、はい、決まりました。りーちゃん何本持ってない？別に4本持ってたの？そこせっちゃんのとこにある。これ置いといてね。消しゴムいくつ入ってんの？そっち、こっちはあのあれに入ってたやつ、忘れたように。ああ、はい。てっちゃん、それ貸して。ペリってめくれてる。え、お名前は？これお名前書かないで持ってってたの？うん。そうなんだ。怒られなかったね。ああ、一緒だね。貼れた。これはもう名前貼らないといけないよね。うん、またテプラシールを大量に作らないとなくなってきた、ね、はい、せっちゃん全部できた？うん。で、キャップだっけ？うん、キャップが1個欲しいの？うん、OK です。しょっちゃんもこのテープ貼ったから2人分かんなくなるから落とさないように。うん、はい、キャップ1個、ありがとう。で、完成？うん、入れてみて、いいよ。逆だね、チャックをこうやって閉めるからあっちから飛び出してもらう。そうそうそう、見せて。せっちゃんの筆箱はちょっとまだ削ってないから飛び出てるけど。他何が必要？これだけでいいの？うん、こんな感じで入りました。中がさ、紫だからさ、ちゃんとキャップつけるようにね。え、本当にこんだけ足りなくない？塗りは？あ、のりは？あとで。あと、せっちゃんが今棚から選んできたのりさんです。かわいいよね、これね。うん、水のり。これにも名前を貼り付けます。ちょっと待ってね。縦、横、横でいいかな。ちょっとね、新学期心配だけどね。はい、のりも名前を貼りました。で、終わり？うん、はい。では、せっちゃんの新旧筆箱の入れ替えが終わりました。
2学期はちょっと長いので、しかもちょっとずっと自主休校してたので2学期どうなるか分かんないけど、明日のスタートから頑張ってください。皆さんもぜひ筆箱を新しく交換してみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。バイバイ。